介護士と保育士の夫婦デュオレズミカルガスの雑草男チズンとタカちゃんでございます。そして本日も元気いっぱいお手伝いしてくれるのは謎の覆面キッズダンサーズ柑橘系のハロアンママわお友達でーすイエーイおーありがとうございます。さあ本日もね、柑橘系とともに元気いっぱい虹色動画やっていきたいと思います。オレンジ色草お役遊びでニッコニコ運動神経向上プログラム本日72発目。はい、行きましょう。本日の遊びはですね、じゃんけん鬼ごっこです。2人組を作りましてじゃんけんをします。勝ったらすぐ逃げる、負けたらすぐ追いかける、鬼ごっこがスタートします。それで10秒間の間に勝った人がは逃げ切ったら勝った人の勝ちで、10秒間の間に負けた人が勝った人をタッチできたら負けた人の勝ちというルールです。もう鬼ごっこですね。じゃんけんの勝敗を瞬時に反応する反応力、それから鬼ごっこなんでこう相手との間合いね、空間認知能力、それから走り、ダッシュしますので脚力、もう総合的にね楽しくアップさせていきたいと思います。それでは早速あわなちゃんとやってみたいと思います。ちょっとまずルールをね軽く確認しながらいきます。ここで、最初はグーじゃんけんほいで、今あわなちゃんがチョキで勝ったんで、勝った方はすぐ逃げる、負けた方はすぐ追いかける、これでタッチできたら、僕の勝ち、逃げ切ったらあわなちゃんの勝ちです。であそこにちょっとね奥あまり広すぎると、ちょっとねバッと逃げ切ると楽しくなくなるんで、5メートルの円ぐらいでやればねちょうどいいかなと思います。それでは行きましょうか。うん、真剣勝負。はい、そしてその10秒数えるのは周りで見てる、今日はそしたらヒューガさんとレモンちゃんに10秒数えていただきましょう。はい、でもじゃんけんの掛け声は僕らでありますね。はい、はい、行きましょう。最初はグーじゃんけんほい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ、1、2、3、4、5、6秒で。もう一回、もう一回か、もう一回、もう一回行こう。いくで。さ、最初はグー、じゃんけん、はい。あいこでしょ、あいこでしょ。勝った。勝った、俺勝ってんで。勝ってるやん。5、6、7、8。タッチした？タッチした！くそ。なっちゃんにしよう。でも今ね、これ難しいところは、やっぱり最初のじゃんけんの後の反応、あの自分が勝ったかな、自分が負けたかな、鬼かな、追いかけるかなっていうどっちかの反応がね一番むずい。っていうか普通勝ったら追いかける、え、普通追いかける感じがする。そうそう、そういうのも混乱するでしょ。うん、でもこれは負けた方が鬼で追いかける。はい、それではヒューガさん、レモンちゃんやってますか。はい。おお、これは反応力も反射神経も鍛えられますし、なんせこれ坂道になってますから、坂道ダッシュやこれ。はい、いきますよ。ルール確認大丈夫？勝った方が逃げる、勝ったら逃げるって覚えたら多分大丈夫、負けたら追いかける。はい、最初はグーじゃんけんほい、1、2、あれどっちも逃げて8、逃げてなかった。レモンちゃんがタッチしたからレモンちゃんの勝ち。おー、レモンちゃん勝ち。ちゃんと追いかけてた。オッケー。そしたら僕ら二人とも喋るとあれなんで、僕そしたら数えますから、解説してくれますか。うん、はい。そしたら数えるの1。ここからほんならアマナちゃんにバトンタッチ。はーい、じゃあ2回目やる。やりましょう、やりましょう。じゃあもう1回。最初はグーじゃんけんはい、あいこでしょ、あいこでしょ、1、2、今は3、どっちが勝った、4、5、あ、でも今6、7、どっちだどっちだ、8、レモンちゃんがタッチできるか、タッチしよう、10、どっちだ今のは、10秒逃げ切ったかな、今回逃げ切ったかな。今のどっちだったんですか。なんか、あ、でもちょっとだけヒューガナツさんが逃げ切ってた気がします。え、じゃんけんは勝ちました。あ、ヒューガさんが勝って、あ、そっち、レモンちゃんが追いかけて、で、なので、で逃げ切ったことにして、逃げ切ったのがこの勝負ヒューガナツさんの勝ちでーす。オーケー。まあでもそれでも1対2、
さあ、そしたら次、はい、大人勝負しますか。はい、連続ヒューガさん、いけます。連続、うん、さっき子供さんにする。子供さん、子供に行こう、子供に行こう。子供さん、はい、大丈夫。でも連続でレモンちゃんは元気満々やから。疲れてない。おー、疲れてない。行きましょう。そしたら、ヒューガさん、じゃんけん後すぐ10秒数えてください。はい、はい、それではじゃあ、勝ったらに逃げるよ。勝ったら逃げる、負けたら追いかける。これが混乱します。瞬時の反応能力が始まった。始まった。1、2、3、4、5。あれ今、アマネちゃん勝ったんですね。6、7。お、アマネちゃんすごいフェイント。9、10。はい、素晴らしい。アマネちゃんの壁を使った三角跳び。はい、ちょっとおー、レモンした。解説をする僕がじゃんけんのことにもう頭がその反応すらできてませんでしたが、もう一回、もう一回やって。はい、それでは行きましょう。いいですか。じゃんけん、はい、はい、行こう。1、レモンちゃん勝った。レモンちゃん勝った。追いかける。レモンちゃん勝ったから追い、あ、逃げるか。レモンちゃん逃げるや。レモンちゃん逃げる。ごめんごめんごめん。10。逃げた。あまなちゃん、いやこいつこと言ってる。ごめん、あまなちゃん、ごめん。レモンちゃん合ってた。タカちゃんもう俺解説もできない。これ合ってたな。合ってた。ごめんな、あまなちゃん。今のあまなちゃん言ってたけども、でもまあ見事なレモンちゃんの逃げ切ったんか。レモンちゃんが逃げ切った。はい、レモンちゃん勝利。拍手。はい、さあ、そしたら大人勝負しましょうか。なら、レモンちゃん数える、それとも司会やる。行きましょう。司会やる。司会やって。ほんなら行きましょう。じゃあ数えるから司会。行きましょう。いいですか。はい。せーの。最初はグー。じゃんけんはい。あいこでしょ。あいこ。あいこでしょ。誰もあれ負けたやろ。反応が遅いです。反応が遅いです。怖い。ヒューガナシさん。あ、5、6、7、8、9、10。今の勝者はタカちゃん。俺立ちてきて。ヒューガナシさん。もうこれはもう俺乾杯。反応が遅い。反応がもうできてないもん。反応ができてない俺。おじさん。やばい、これね、来年マスターズ陸上ちょっと僕50メートル走、60メートル走から短距離から順番に。ピストルの音。ピストルの音で反応できへんでこれ。やば。ちょっとあかん、これやらんと。さあ、そしたら次ちょっと、今日せっかく初めての場所なんでレベルアップしましょう。はい、はい、続いての同じじゃんけん鬼ごっこなんですけども、今度は三角座りの状態でじゃんけんをして、その後は同じルールなので、座った体勢から瞬時に勝ったらしゃがむやな。うん、しゃがんだ状態からパッと立ち上がって走るので、その大臀筋と、この大腿四頭筋筋トレにもなりますから、より運動負荷が強くなりますので、さらに厳しい。行きましょう。そしたら一遍レモンちゃんと勝負していいですか。はい、俺タカちゃん対レモンちゃん、その次ヒューガさん対山田ちゃん、行きましょう。はい、負ける。はい、行きましょう。じゃあどうする、どっちが数数える。なら数えるな。じゃあ座って。はい、お尻はつける。お尻つけましょうよ、三角座り。じゃあ、熱そう。いけるいける、はい。そう、手もこう使っていいですよ。はい、よーい、スタート。最初はグー、じゃんけん、ファイ。ただいま、あいこです。じゃあ、おっ、レモンちゃんは勝ちました。負けたね。5、レモンちゃん勝ちましたってことは8、9。うわー、よいやーなー。今のはレモンちゃんの勝ち。そっか、負けたら追いかけるのか。え、なんかすごい。やべ。司会の人ね、すごい言うけど、自分が負けるちょっとね、あかん、ほんまにね、これもごめんなさい、何も言えません。はい、レモンちゃん拍手、素晴らしかった。はい、そしたら次、ゆうやさん、浜名ちゃん行きましょう。はい、レモンちゃん勝ちや。わかんない。わかりませんよ。なあ、ほな次もう一回やる。レモンちゃん、10数えてくださいね。10数えてくださいね。じゃんけんの後すぐ。はい、いきますよ。いいですか。はい、はい、最初はグー。じゃんけん、はい。あいこでしょ。あいこでしょ。あいこでしょ。
を買ったのは、お、合ってる、合ってるな、アマちゃん勝手に逃げてる。さあ、ひゅうかさん、あ、当たった、当たってない、背中擦れてない、お、おっと、いや、お、見事、ひゅうかさんやりました、この勝負、ひゅうかさんの勝ち。え、嘘、奇跡が起こった、奇跡、素晴らしい。ちょっと、今日はそしたら、もう、たかちゃん今日はもうボロボロやったんで、この柑橘系頑張ったね、柑橘系さんに真ん中行ってください。はい、はい、それでは、万歳ね、せーの、万歳、万歳。そんなわけで、リズミカルガスでした。また会いましょう。シュー、バーイ、バーイ、バーイ。虹色動画とは、雑草男たかちゃんが大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そしてリズミカルガス、いずれかに興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。たかちゃんが染まっていく瞬間見逃したらあかんでー。